文化団体連絡会議は、日本の文化の民主的発展を願う団体の連絡協力の組織である。略称は、文学連。1963年4月、革新と誠実現のための文化人、文化団体結集大会が開かれ、そこに参加した文化団体の交流が前指とされている。その後、1967年8月の総会で、改則を決め、 向上的な組織となる。当時のソビエト連邦や中華人民共和国による文化団体への干渉に対して文化の民主的発展と日本の平和と独立、民主主義を守る立場の団体が集まったものである。快速で、分断連は日本文化の反動化、軍国主義化に反対し、文化の民主的発展と普及、思想、表現の自由のために戦うとうっている。 漢字団体と参助団体があり、漢字団体には日本民主主義文学会、詩人会議、日本美術会のような創造団体と日本の歌声全国協議会のような音楽団体、全国老音、東京勤労者演劇協議会のような鑑賞組織も加わっている。参助団体には日本科学者会議や日本リアリズム写真集団も参加している。全国組織のほか、大阪。 愛知、横浜などに地方分断連も存在する。機関紙として前いがある。ありがとうございます。